あ、皆さんこんばんは。こんばんは。小川和久です。今日も、まあ、お時間大分大変ですね。お運びいただきましてありがとうございます。今日は毎日新聞の大阪本社の編集局長などを、まあ、歴任された浅野富蔵先生に大阪ジャーナリズムの光と影ということでお話をいただきます。で、大阪のジャーナリズムというのはいい点もあるけどすごく悪い点もあって、まあ、悪い点を言うと朝日新聞大阪本社が慰安婦問題で吉田証言なるものを報道してそれに引きずられて最後東京本社の朝日新聞の社長まで辞める羽目になったとかですね、そういうこともありますけれどもいい点もいっぱいで、あとはご紹介は西区の方でやりますけれども、浅野さんと私は同じコースを歩いてきた。一つ違いですけどね。15歳で自衛隊行った。私は陸上自衛隊、こちらは海上自衛隊、江田島ですよね。これでちゃんと三等海曹っていって、まあ、下士官に任官してその後何やってたと思います？ロシア語。これでこうレシーバー当ててね、ソ連の潜水艦の位置をずっと探る仕事をしていて、でこんなことをしてたら頭の中がソ連だらけになって、ちょっと顔つきも変わるんじゃないかと危機感を抱いて、早稲田大学に移って、そして毎日新聞に入って、まあ、全部押しのけてね、編集局長までなったとかね、そういうシフトをしてです。まあいろいろお話面白いと思いますので、あと質疑応答も活発にやっていただければと思います。じゃあ西君ご紹介お願いします。皆さんこんばんは。お集まりいただきありがとうございます。静岡県立大学グローバル地域センターの西でございます。今年度8回目の静岡県立大学ジャーナリズム公開講座を行います。お手元の出席表はお帰りの際この部屋の外で受付の者にお渡しください。今も紹介ありましたが、今夜は浅野富蔵先生に大阪ジャーナリズムの光と影について講義と質疑応答をいただきます。浅野先生は毎日新聞大阪本社でご活躍され、編集局長もされたこのテーマにぴったりの方です。で、20年ほど前大阪本社社会部長をされていた時、ソリブジンという薬の薬害問題の報道で日本ジャーナリスト会議などの賞を受賞されました。その調査報道はこちらの薬害を追う記者たちという本で三一消防から出版されました。また昭和戦前戦中の歴史についてもご著書があります。今は兵庫県にある宝塚大学の特任教授をされていて、去年9月にはここで医療と介護にどう向き合うかジャーナリズムの視点からという講義をしていただきました。それでは浅野先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。今ご紹介いただきましたの浅野でございます。私は神奈川県の横須賀の出身でして、したがってその本来は、まあ、関東の人間 で大学も東京、まあ、早稲田だったんですけども、それで、新聞社、まあ、朝日も毎日も一緒なんですけども、大卒は全本社一本で採用しまして、それで東京本社で研修を受けて、でそれで最後の研修の最後の時に、まあ、配属先が決まるんですけども、なんで決めるのか分かりませんけど、私はたまたま何の縁もない大阪に配属になりまして、で結果としてそのままずっと大阪で記者をやって、まあ、東京には2回ぐらい勤務っていうか転勤できたんですけども、一応最後まで、大阪でずっと記者をやらせてもらいました。したがってその本来は今言った関東の人間なんですけども、その人間がですね、で大阪でずっと、まあ、ジャーナリズムの世界で、まあ、育ってきて、まあ大阪生まれではない何て言うんですかね、こう見え方もですね、まあ、あったんじゃないかなっていう、まあ気がしております。それで最初にちょっとご質問質問させていただきたいんですけども、大阪にですね一度も行ったことのない方っていう方おいでですか？あ、おられるですね。今度逆の質問で、
いや、実は隠してたわけじゃないけど、私大阪の出身なんだとか、あるいはその大阪で、仕事とか学校の関係で住んだことがあるんだっていう方おいでですか？ああ、ありがとうございます。でもやはり少ないですね。まあ、大阪、まあ、私自身もそうなんですけども、大阪と静岡との関係というのは結構、まあ、それほどあまりこう、まあ、観光とかなんか以外では、まあ、なかなかないんで、そういう中で、まあ、今日、こういうですね、大阪ジャーナリズムについてのお話をするので、実は、どの程度の方が関心を持って静岡の方にですね、持っていただけるのかなと、実はちょっとこう心配したんですけども、これほどたくさんの方に集まっていただきまして本当にありがとうございます。まあ、静岡の方に、じゃあ大阪ジャーナリズムをどういうふうにこう、まあ、お話をする、まあ、何の意味があるのかなと自分自身でですね、この準備している時に、まあ、考えたんですけども、皆さんのお手元にですね、レジュメと一緒にこの五大紙の変遷というこの、表をですねお配りしてますので、今日はこの、これを横に置きながら見ていただきながらですね話を、進めたいと思うんですけども、まあ、いわゆる五大紙、朝日読売、毎日、産経、日経、まあ、日経は経済紙ですからちょっと横に置くと、この実は全国紙といわれる一般紙の4紙のうちですね、3紙までが大阪で生まれた新聞なんですね。これがいわば全国制覇をしてですね、それでまあ今にこう続いてるわけですけども、これも皆さんご存知の通り、世界でですね数百万部を持つ新聞というのはそれほどないわけですね。これがこう、まあ、4紙というか、こう数百万部単位のですね新聞がこうあるというのはちょっと世界的にはですね珍しいわけですね。じゃあこの今言ったようにその、大阪で生まれた新聞がなぜこの4紙のうち3紙までこう、まあ、いわば全国制覇をしたのか、でそれが、まあ、戦後はですね、戦前からなんですけども、地方紙の系列化の中でですね、まあ、今も一部残ってますけども、全国紙と地方紙の関係の中でこれは朝日系だとかこれは毎日系だとかいうのがあります。それから皆さんご存じの通り、テレビが生まれた時もですね、これは新聞社が母体になってどこも作ってるから今もそういう名前がテレビの世界にあるわけですね。したがってこの、大阪で生まれたこの特に新聞ジャーナリズムを、考えてみるということは、実は今の日本の新聞ジャーナリズムをですね考えるということに、まあ、結果として行き着くんじゃないかなと、まあ、そういうことで言えば静岡の皆さんにとってもですね決して無駄なことはないんじゃないかなという、まあ思いながらですね今日準備させていただきました。まあ、大阪のイメージというとですね、どうなんでしょうか。まあ、大阪名物って言ったらパチパチパンチとかいうなんか変なあと叩くようなのありますけど、まあ、あれは言うまでもないんですけども、吉本のある芸人がやってるだけの話で大阪人がみんなあれをやってるわけじゃありません。でたこ焼きも食べますけども、私だって年にせいぜいまあ2回かだから多分皆さんと同じぐらいのレベルしか食べないわけで、別にな大阪人はしょっちゅうたこ焼きを食べてるわけでもありませんし、まあ吉本のお笑いだって、テレビで見る程度の話ですし、暴力団の街を打ったってしょっちゅうドンパチやってるわけでもありませんので、だけど今言ったようなそのどうしても大阪というとですね、あまり正直言うと、いいイメージがまあないわけです。まあ、よく大阪でどんな街って聞かれた時にですね、一番簡単にこう分かりやすいのは、実は駐車違反がですね全国一ずっとなんですね、駐車違反。それから、最近ではですね自転車事故率がですね全国一がずっと続いてるんですね大阪。まあ、つまり普通から言うと、ルールのない社会、日本の中でもですねルールを無視したようなですね、社会じゃないかなとか よく言われるんですけども、大谷浩一さんというですね、これは大阪の朝日の出身で論説委員されて、その後大学の教授をされてきた方が、大阪学学部ですけども、大阪学という本を書いてます。この大谷さんがですねこの駐車違反天国、大阪の駐車違反に、こう言ってですね、あれは
善悪ではなくて損得だと。つまり大阪の駐車違反というのは実はいいか悪いかじゃなくて損得なんだと。でそれの根拠を書いてるんですね。でそれはどういうことかというと、反則金を捉えると。駐車違反の反則金を捉える。で大阪人はすぐ計算すると。でまあ、特に大阪市内の中心部なんかは結構駐車場高いですよね。そうすると、反則金とですね、その駐車料金を計算した時に、まあ、しょっちゅう駐車違反やられるわけじゃないんですね、まあ、統計上でいうかどうかしませんけど、だいたい3ヶ月に1回だと。で3ヶ月に1回の検挙で済むんだったら駐車違反をやった方が安くつくと、もうこういうことをこの大谷さん書かれていて、いや実は僕も本当はその通りだなとこう思ったんですね。それからこれもですね、本当にデータがあるのかどうかよく分かんないんですけども、人間の歩く速度、普通のこう歩道ですね、大阪が世界一らしいですね、世界一速い秒速 1.6m、まあ、これどういう計算なのかしませんけど、まあ、東京だって 1.56m、都道府県で一番遅いのがですね、鹿児島が 1.33、 パリが 1.46、 マニラが 1.24、 まあこういうなんかデータがあるらしいんですけども、つまりまあ言ってみれば大阪の人間っていうのはすごいせっかちなんですね。世界一せっかちだということに、まあ、なるんだろうというふうにまあ思います。まあその大阪人というとですね、まあ、どぎついとか厚かましいとかうるさいとか声がでかいとか寝ちゃっとしてるとか、喋り方がで虫ずが走る、まあ、こういう感覚をですね、あの特にまああの、関東やとかあるいはまあ静岡の方たちは比較的持つんじゃないかなというふうに、まあ思うわけですけども、でも大阪はそうなんだけども、つい隣の京都になるとですね、まあ、これから紅葉の季節ですけども、雑誌を見るとみんな紅葉の特集いうと鎌倉か京都、特に京都、それから奈良ですよね。で、私が、社会部に配属になって、それである記事を書いた時にですね、京都弁ではどのこのとこ書いたんですね。そしたらすぐ先輩からこう呼ばれてですね、浅野君、京都弁っていうのはね存在しないんだってですね。え、そうですか、大阪弁は存在するんだけど京都弁は存在しないんだと。京言葉と言いなさいって言うんです。つまり御所があって、御所があるからあれが本来の標準語なんだと、方言じゃないんだと、まあ、こんな言い方をですね、されたことが、まあ、あります、これ、まあ、先ほど言いましたようにちょっと横に置いていただきながらですね、ちょっと見てみたいんですけども、まあ、このジャーナリズムの世界で、反骨のジャーナリスト桐生ゆうゆうという方が、おられました、まあ、この方は石川県の第4高等学校出て東大出て、その後東京、当時は東京府ですけど東京府の役人をされて、それ昭和8年にですね、信濃毎日の主筆をされていたんですけども、この昭和8年にですね、関東防空大演習を笑う、つまりまあ当時、まあ、飛行機がいよいよ主流になるという時代の時に、東華艦船とかなんかの防空演習をですね、関東で初めてこうやったわけですね、昭和。でそれを笑う、まあ、つまりこんなことやったって意味がないという、つまり変に東華艦船とかなんかしたらですねパニックが起きて、かえって被害が大きくなると、まあ、その通り昭和19年20年になっていったわけですけども、でそれを社説で書いたわけですね、この桐生ゆうゆうが主筆として。でそうしたらですね、不買運動が起こりまして、で結局この桐生ゆうゆうはですね主筆をやめざるを得なかった、まあ、こういう方なんですけど、実はこの方がですね、若い時に大阪の新聞記者をやってたんです、30歳の時から4年間、大阪毎日の学芸部の記者をやってたんですね。ところがもう嫌で嫌でですね、まあ、これ書いてますように大阪に住むことはとにかく私の性に合わなかった、それで叫びたりになりまして、アル中になるんですね。それで、まあ、ノイローゼになってですね、で、そうこうしているうちに、これもまた面白いんですけど、大阪朝日に変わるんですね、大阪毎日から。で、やはり大阪が性に合わなくて、やっぱりダメで、それでやめようかと思っているときに、
大阪朝日がですね、東京朝日をあの出張所みたいな形で作ってましたんで、そこに、転勤あのすることができたんですけども、この桐生優遊がですね、面白いことを書いてるんですね。今言った大阪毎日、まあ、これ僕らは大毎大毎って言ってるんですけども、僕が入社したのは昭和45年なんですけども、どっかこう、まあ、名刺持って取材行くとですね、毎日新聞です、毎日新聞の浅野ですって言っても、あ、大毎さんね、当時まだ、大阪毎日、大毎、あるいは大朝、まあ、こういうですね、名前がまだあのお年寄りの中ではですね、まあ、残ってたわけですけども、こんなふうに書いてですね、大米は書生の寄宿舎だ、寄宿舎みたいだったと。で、建物がですね、3階の古びた洋館だったんですけども、まず決まった椅子がない、それダジャレばっかり言い合ってる、その記者がですね。だけども人がなんかこうあの忙しそうにしてたら、手伝ったのかっていうような感じで、手を貸してくれたと。で、その後、まあ、彼は大阪朝日のですね、あの記者になるわけですけども、大阪朝日は区役所みたいだったと、まあ、事実建物はですね、宇和島藩のなんか蔵屋敷を買い取ってそれを使ったらしいんですけども、椅子は決まっていると、みんな、それから、無駄口は一切叩かない、人が忙しくしていても助けない。で、僕が今言ったように昭和45年に入社して、まあ、その後ずっとおったんですけど、実は僕のおった大阪本社はこの通りなんですね。僕が部長になるまでですね、自分 の机っていうのはなかったんです。というのはデスクもですね、交代制ですから、これが僕の机っていうのはなかったんですね。適当にあるやつを使うんですね。もう本当にこの通りで、まあ、そう考えるとこの桐生優遊がおったのがですね、まあ、明治の36年から、5年間なんですけども、まあ、その時その当時のやっぱりこう、大阪あるいは大阪朝日大阪毎日のですね、ものというのはそんなに変わっまあ、体質と言っていいのかどうか分かりませんけれども、変わってなかったんじゃないかなって、まあ、気がしたりします。少しですね、ちょっとあの新聞の生、まあ、い立ちをちょっと見てみたいんですけども、まあ、あの江戸時代は皆さんご存じの通り、あの瓦版というのがありました。でも、まあ、瓦版というのが新聞と言えるかどうか、まあ、人によってはパンフレット類だと、まあ、別名読売、まあ、読売新聞の読売です、読売とも言われて、まあ、要するにそういうなんかしたちょっとしたそのスキャンダルやとか事件だとか心中物だとか、まあ、そういうものをですね、まあ、面白おかしく号外みたいな形でですね、まあ、売っていたもので、で本当のこの日本の最初の新聞というのはですね、これ書いてる通り、もともとは外国人向けの、まあ、このイギリス人なんですけども、長崎のイギリス人が発行した、こういうですね、まあ、貿易関係、船舶関係の、情報誌だったわけですね。まあ、これがすぐに横浜でですね、こういう、ザ・ジャパン・ヘラルドというのを発行するんですけども、この時代というのが、この、発行される2年前に日米友好修復修好通商条約が結ばれて、でその後オランダ、ロシア、イギリス、フランスという順番にですね、この不平等条約といわれるこの、友好通商条約が結ばれていくわけですけども、まあ、そういう中でこういう実利的なですね、まあ、新聞が、スタートしたわけですね。でその、日本、これは今言ったように英語だったり、まあ、そういう外国の、外国語の新聞なんですけども、日本語の新聞というのはこの書いてますように、この、文久2年 のこの看板バダビア新聞というんですけど、これは幕府の翻訳新聞です。これは、この、1862年というのは皇女和宮がですね、皇武合体ということで徳川家にお嫁に行ったり、それから生麦事件、これイギリス人が4人殺傷されるわけですけど、生麦事件が起きる、まあ、そういうですね、幕末の本当にこう動乱期に、まあ、幕府が作った新聞です。しかし次々と新聞が出るんですけども、
どんどん消えていきます。で、大阪の最初の新聞というのは、ここに書いてますように慶応4年なんですけども、その、右に、各国新聞紙、これは、慶応4年にですね、イギリス人の翻訳物でも、これもですね、2号で、廃刊になりまして、要するにその出ては消えて出ては消えてということを繰り返しているわけですね。それでようやくですね、明治に入ってから、本格的な新聞が出るような気配があったんですけども、明治政府がですね、やっぱりこう情報をコントロールしたいということで、次々とこう潰れていくということでした。それで日本で最初の本格的な新聞というのが明治3年、横浜毎日新聞、これはあの、今の、毎日新聞とは関係ありません。ここで初めてですね、洋紙というんですか、それまでは和紙で木版刷りで週刊化せいぜい2日か3日おきの発行だったんですけども、初めてですね、洋紙で金属活字を使って日刊の新聞がですね、この明治3年に、出るわけです。その後ですね、これがちょっとブームになるんですね。この錦江新聞が、流行、特にあの関西で流行するんですけども、ちょっと見てほしいんですが、これは実は、毎日新聞の一番最初の前身の東京日日新聞で、その、右ちょっと 見えにくいんですけども、これが第1号です。明治5年ですけど第1号です。何を書いてるかというとですね、旅の悪い坊さんが、それ夫を失って悲しんでる定女おせんに言い寄って断られたために殺害したという、そういうですね、なんかこう、あの事件をですね、あえてこう、絵にしてですね、それを、ニュースとして多色刷り浮世絵の版画新聞を、出したわけです。で、この左側、これも同じ東京日日のものなんですけども、これはですね、変なあの人にこう背負われてますけども、この人間は実は日本で最初の従軍記者と言われるですね、岸田銀行、画家のですね、岸田流星さんのお父さんです。それが、岸田銀行という日本で最初のですね、従軍記者と言われる、東京日日の記者なんですけども、台湾に琉球の島民が漂流したと。ところがその54人がですね、殺されたという事件があったらしいですね。で、これが明治7年の話なんですけども、そこで、この岸田銀行がですね、日本軍がこう行くわけですね、その、報復のために。で、そこに岸田銀行が従軍記者としてついていくわけですね。川があるんです。で、川を渡れないんで、現地人の痩せた人にですね、おぶって渡ろうとしたんだけども、この岸田銀行がですね、88キロかなんか体重の巨漢でですね、うまく渡れなかったというのは、本当になんか意味のないようなあの報道なんですね。これがこういうなんていうんですかね、報道といえば報道だし、面白おかしくですね、こう錦絵でやってたのが、もう明治の初めのですね、新聞だったわけです。それで、これが錦絵新聞がですね、大阪で大流行しまして、あっという間に17種類ぐらいの新聞が、出たようです。もうほとんど扱っているのは殺人、強盗、心中、それから忌憚珍断、こういうもので、そうこうしているうちに明治8年にですね、大阪初めての日刊紙である、なにわ新聞というのができまして、それでその明治9年に、皆さんの一覧表のところで見ていただいたら分かるんですけども、大阪日報というのが出てくると思います。下の方に大阪日報、これが明治9年。それでですね、ちょっとこれを見てほしいんですけど、これは小新聞と大新聞と呼びます。小新聞と大新聞じゃないですね、小新聞と大新聞。大きさです。これ書いてますように、要するに小新聞というのは全く今のタブロイドと同じことじゃないんですけども、タブロイド版ぐらいだと、夕刊フジとかなんかのですね、日刊現代とか夕刊フジのようなタブロイド版ぐ
ぐらいの大きさだと考えていただいたら結構です。それからこの大新聞の方は今の普通のブランケット版で、内容的に言えばこれ書いてますように、上の方がエンターテインメントを中心とするですね新聞で、下の方はどっちかというとこういう正論新聞、知識人向けのですね新聞だったということなんですね。そこで、これがですね、朝日新聞の創刊号です。明治12年の創刊号です。で、この朝日新聞のは古新聞でスタートしてるんですね。つまり庶民向けの新聞として実、まあ、今はそのクオリティペーパーだとか何か言ってるかもしれませんけれども、もともとは古新聞としてですね、庶民向けの新聞としてスタートしたわけです。当時 の朝日の写真なんかを見てるとですね、まあ、村山隆平さんという方が中心になって作ったんですけども、なぜ朝日と言ったのかというと、新聞は毎日日が昇るとともに配達され、何よりも早く手にするから、だから朝日と名付けようということで、まあ、朝日新聞というふうにこう命名したようですけども、当時は4ページそれで、まあ、見えると思うんですけども、一面はですね漢方、下に雑報、それで2面3面がですね挿絵入りの読み物、それで、最終面の4面がですね投書だとか相場欄になってるんですね。で、まあ、これちょっと字が小さいんで見えにくいかもしれませんけど、これ読むと何を書いてるかというとですね、小学校の開校式に知事が出た、奈良東大寺の博物館は例年通り3月からの開館になった、東神津村って言うんですけど、天王寺にあるんですけど、東神津村、神津村の梅屋敷の梅はもうすぐつぼみをほころばす、まあ、今で言ったらですね地方版のベタ記事にもならないようなものがですねこの一面のこう、まあ、記事になってるんですね。だからさっき言いましたようにこれが発行目的です。勧善懲悪の趣旨をもってもっぱら俗人不女子を強化し導くものにして、紙面に挿絵を加え暴君振り仮名を伏し、児童といえども一見してその意を了解し安らからしむ、つまり分かりやすい大衆誌である。重要なのはですね、主義主張はしないということなんですね。まあ、このスタート時点で3000部でスタートしたらしいんですけども、まあ、最初の初日は3000部を無料配布してたんですけど、すぐ1000部に落ちて、でその後非常にこう苦境に陥りまして、すぐにそれで、その村山隆平さんと一緒にやった人と内紛が起きまして、でその後上野リーチさんという方が入ってきて、その後ずっと村山家と上野家がですね、まあ、いわばオーナーみたいになって朝日がこう行くわけですけども、これが右側がですね明治20年頃の、さっきまで明治12年が朝日が創刊ですから、その頃のさっき言いました蔵屋敷の、宇和島藩の蔵屋敷のこの社屋なんですね。これがで、これがですね、これは明治の終わり頃だと思うんですけども、みんなこういう和服でですね、すずりで記事を書いたわけですね。これも朝日です。こっちは新聞配達の、今はトラックですけども馬車で、それで、右側、こっちは新聞配達、配達部ですね、大阪朝日新聞で書いてると思うんですね。これが、明治16年から18年のですね、まあ、つまり朝日が創刊して、まあ、4年からですね、まあ8年ぐらいまでの間のですね、部数のちょっと推移なんですけども、これは年間の発行部数です。だから今言う例えば、朝日がですね、例えば800万部という、まあ、そういう数字じゃなくてですね、年間の累計ですから、要するにその日刊もあるし、そうじゃない新聞もあるんで、
例えば朝日を見る場合、これをですね、365日、まあ、例えば休館日があったかどうか分かりませんけども、言ってみれば365日で割ってもらってないんですね。そうすると、1日1万ちょっとぐらいというその見方なんですけども、まあ、これでもどん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 伸びたんじゃなくて、減ってんですね。だから結構経営的にですね、話をうまくいってたわけじゃなくて、まあ、こういう時期も、ありました。これがですね、先ほど言った大阪日報、毎日新聞のですね、まあ、前身になるんですけども、それで大阪日報のこれが全然売れなくてですね、まあ、そうこうしてるうちにですね、それを母体にして、この表またそちらのお手元の見てほしいんですけども、日本立憲政党新聞となってます。で、これは日本で最初のですね、政党誌に変わるんですね。だけどそれもまたうまくいかなくなって、また大阪日報に変わって、そうこうしてるうちにですね、ある事情が大阪に出てきました。でそれは何かというとですね、日経新聞です。日経一番下ちょっと見てほしいんですけども、明治9年です。中外物価新報というのがですね、これは三井物産が作るんですね。で三井物産の社内に作るんです。それで、その後これはまあ人気を呼んだもんですから、6年後にですね、三井物産から独立して、でさらにこれ書いてるようにこういう経過でですね、経済誌として、まあ、工業新聞を吸収したりいろんなことしながらですね、なっていくんですけども、どうも東京のですね、経済界はこの、三井物産の中外新報でどうもなんか結束を固めてると。で大阪経済の街、大阪は負けていいんかと、こういう話だったんですね。それで大阪の経済界というか財界の中で、大阪もなんとかですね、まあ、分かりやすく言うと日経に向こうを張ったですね、経済省を作らんといかんなって話になったんですね。さあどうしようと、一から作るのも大変だからということで、この大阪日報を使ってですね、できないかという話になったのが、実はこの大阪毎日新聞のですね、スタートです。これがちょっとこう真っ黒けで申し訳ないんですけど、これが、大阪日報のですね、創刊号なんですね。それでこの社国政治上の不偏不党たるを期し、大阪実業界の機関誌たること、つまり、毎日新聞はもう最初からですね、機関誌なんです、実業界の。それから中立不変の主義を取り、自利と自器等を参酌し、もって社会万般の字を記載すべし。だから朝日はですね、大衆誌です。で毎日は経済のそういう機関誌なんですね。でだから主義主張がないんです、両方とも。ここなんですね、実はポイントは。だからあえて、まあそれは不偏不党というとかっこいいんですけど、政治からは距離を置こうよと。この、まあ、毎日新聞の創刊は、6ページ立てでですね、大きさは、大新聞と小新聞のちょうど真ん中ぐらいのですね、ものでした。で先ほど言いましたように、大阪のジャーナリズムのやっぱり出発点が大阪朝日であり、その後追った大阪毎日だ、両方ともですね、大衆と、まあ、片方は実利、それで主義主張はもともと横に置くというのがもともとのですね、まあ、スタートだなというふうに、まあ、私は理解しております。そうするとですね、どういうことが起きたかというと、もう徹底するんですね、要するにその、営業戦略に。それで、まあ、これはその当時の明治30年頃のですね、大前の社屋なんですけど、さっき言った洋館3階建てですね。で第3代社長がですね、暗殺された原慶さんなんですけども、何をやったかというとですね、まあ、特に後発の毎日は、徹底した営業戦略を取るわけです。人気投票をやるんですね、人気投票を。で、新聞にですね、投票用紙を印刷しとくんです。それで、どんな人気投票かというとですね、素人、義太夫、
素人浪曲、歌舞伎俳優の要するに、あなたはどれがですねいいと思うかという人気投票をですねやらすんですね。でその新聞にその刷り込んでる投票用紙に書き込んでそれを郵送するでもいいし販売店に持ち込んでもいいということをですね、やらすわけです。それに苦々しく思っていたのはこの、原社長なんですけども、もうすでにそれが全部準備ができていてですね、もう反対しても、まあ、なんとなくねイメージから言うと原圭さんと合いませんよね。反対していてもですねそれで、押し切られた。それからもう一つは朝日、大阪朝日もですねそこまでやるかという、感じでですね非常にこう苦々しく見ていたということなんですけども、これが、明治30年頃のですね、編集局と、それからまあ向こうはですね活版場です。まあ僕が入社した時もまだ活版場はありました。鉛のですね活字をですね拾って、おりましたけど、まあ、こんな、状況でした。まあ、すみません。それで、こういうですね人気投票をやるとどんどん部数がですね伸びてたんですね。それでついには最後はですね第二種の予選投票までやるようになったんですね。まあさすがに今でもですね新聞はその選挙 の, よその数字は、ね、出しますけども誰が落ちるとか何とか、まあ、週刊誌は時々やりますけど当時の、大阪毎日はですね、まあ、そこまでやったんですね。そしたら東京の大和新聞、まあこれはまあ結構名門なんですけども、山形有朋とかですね桂慶太郎の、まあ、系列の一時はなんか東京で33万部ぐらいの部数まで行ったというその大和新聞がそれに飛びつきましてちょっと面白いんですけど景品ご美人投票というのを始めたんですね。この芸妓とか半玉とか将棋とか、料理屋の女中とか女義太夫それぞれであんたがいいと思う一番を投票させるっていうようなことをなんかこの大和新聞っていうのが、まあ載ってきたんですらしいんですけどもまあ、そういうことでともかく大阪毎日はですね部数を急激に増やしてたんですね。これは日清戦争の時明治27年の時の、部数です。まあ、これも先ほど言った累計 の, 部数ですけども、まあ、単純に言うと大阪毎日と大阪朝日とそれに朝日は東京朝日をもうすでに作ってましたしそれから、まあ、ずっと見ていただいたら分かるようにもう圧倒し始めるわけですね。そこにですね、起きたのは日露戦争明治37年38年、まあ、日清戦争でそういうちょっと報道合戦みたいなのがちょっと起こりかけたんですけどもそれを決定づけたのがですね、この日露戦争だったんです。それでまあ言うまでもありませんけど当時の、そういうメディアというのはこの新聞が当然中心になるわけですから速報合戦だったんですね。本当もう大阪朝日と大阪毎日はですねもうともかく記者を全部、まあ、戦地だけじゃなくてですね途中のところもとにかく特派員をですね、まあ、貼り付けてその戦争報道をですね速報体制を取ったんですね。それでこれもちょっと面白いですけども新潟がですね号外配達に飛び出す大丸本社とあります。まあ、今でもですね、まあ、例えばオリンピックで金メダル取った言ったら、号外というのが出ますけども、まあ、大体ターミナルのところでこう、まあ、配るわけですね。もちろん無料ですよね。当時の号外は有料です。これは一つの情報、要するに番外の新聞ということなんですね。それで、この時の今メディア競争 の, 最一番のあれがこの速報合戦でしたからこの号外合戦になったんですね。で凄まじいんですね。この日露戦争の時の明治37年の2月から38年の9月までに
大前がですね出した号外の数が498回というですね、だこれ単純に割るとですね月22回、まあ、今で言ったら 平日はもう毎日号外が出てるというような、で朝日もですね大阪朝日も385回というから、まあ、ちょっと少ないんですけども、すごい号外合戦をやるわけですね。それで、この203高地、この203高地の、時とそれから日本海海戦要するの陥落と日本海海戦の時は1日5回出たというなんか記録があるらしいんですね。この203高地なんですけども、まあ、こうやって号外出したんですね。ところが実はその後すぐロシアの反撃ありまして、まあ、実際のですね、占領は、5日後、この号外の5日後らしいんですけども、この先ほど言いました有料なんですね。でいくらだったかというと当時1部5000、この号外がこの、まあ、ペラペラのこの号外が1部5000で、5000って一体どれぐらいなのかというと調べるとかけそばが、2000、おしるこがですね5000、だから多分当時のですね一番高級なスイーツがおしるこだったと思うんですけども、それと同じ値段なんですね。まあちょっと よく分かりませんけど、今で言ったら700円か800円だと例えばすると、このペラペラがですね700円か800円で売れたという、だからこうやってみんなですね飛び出して売りに行くんですね。だから昔はこうやって鈴鳴らしてこう行くのはただ配ってるんじゃなくて買ってくれ買ってくれとこういうやったわけですね。ところがこれが欲しくてですねプレミアムがつくんですね。で記録によるとですね2円のプレミアムがついたんですね。今言ったようにその5000の号外に2円で、2円って一体どれぐらい なのかってこう一緒に調べてみたんですけども、白米10キロが1円19銭10キロがだから、今よく僕は分からないんですけど、大体10キロいたら3000円から4000円ぐらいですかね、白米で、お米は。それから当時の大阪と新橋の鉄道料金が、3円97銭というか、まあ、4円ですよね、それの半額ですよね。まあ、例えば東京と、まあ、あの大阪の新幹線で、まあ、1万3000円ぐらいとすると、その、まあ、半分ぐらいだから、まあ、6000円から7000円。ちょうどお米の計算でやるとちょうど合うんですね。だからこのプレミアムがついてるということはですね、この号外は高い時は6000円から7000円で買った人がいるということなんですね。まあ、それぐらいですねこの、熾烈なですね、まあ、号外合戦が、行われたわけですけども、毎日新聞はですね旅順陥落の時には中之島で花火大会をやって空からですね花吹雪を降らしたらしいです。それから日本海海戦の時にはその号外の売る人間に水兵服を着させましてそれで号外を売ったというですね。で朝日も負けてません。朝日はですね、軍隊帰りのラッパ兵を採用してですねそのラッパを吹き鳴らしながら号外を売ったと、こういう非常に凄まじいですね想像もつかないような、光景がですね、繰り広げられたわけです。まあ、これは、明治天皇はお亡くなりになった時の号外なんですけども、この朝日と毎日のこの号外合戦でですね、毎日新聞さっき言った3階建ての古い洋館の屋上に号外監視係というのができまして、で何をしているかというと一日ずっと見ててですね、淀川を挟んだ向かい側のその倉屋敷かなんかの後に朝日があるわけですね。そこに煙が上がってるかどうかをチェックするんですね。その係ができたんですね。でどうしてかというと昔の輪転機はですね石炭で炊いてたんですね。だから煙が上がってるっていうことは輪転機が回るということなんですね。で号外がつまり発行すると、でそういう係が、あったようです。まあ、ちょっと話は変わるんですけども、私はさっき言いましたように昭和45年にですね、入社したんですけども、堂島というところに当時本社がありました。その6階の屋上にですね鳩小屋があったんですね。まだ昭和45年で鳩小屋が、で鳩係のおじさんがおりました。で何するかというと伝承鳩ですね。まあ、昔は子供なんかが伝承鳩を飼ってる
のはあったんで、まあ、ここにおら方の中には、ご存知の方がいると思うんですけども、どうするかというと、まあ、電話は通じてるとしても一番の問題は写真なんですね。で、伝送者というのがありましたけども、基本的にはその電話が通じてないと伝送もできないんですよね、今と違いますから。そうすると、遠いところとか、例えば山のところで事故が起きたって言った時、この写真を早く送るかどうかがですね、勝負だったんですね。で、それでその伝書バトをですね、このバスケットの中に入れて、それで、連れてったんですね。まあ、私自身は見た記憶がないんですけども、で、入社した時のこの先輩たちがよく自慢っていうか話したのは、一番激しかったのは舞鶴だったなっていうんですね。舞鶴で福音船が帰ってきますよね。で、大阪から舞鶴ってすごい遠いですよね。で、不便なんですよね。でも車で行くにしても、電車の山陰線で行くにしても、ほんと、その、まあ、港湾丸とかなんかその福音船が帰ってくるの、まあ、分かるわけですから、予定が。そうすると、社会部の記者と写真部の記者が、そのバスケットにですね、その鳩を入れて、それで舞鶴行くわけですね。で、写真撮ったやつを、まあ、昔の例えば12枚やとか24枚とか36枚のフィルムありますけども、これをその伝書鳩のですね、足のところにこう缶があるんですけども、そこに入れてですね、飛ばすわけですね。それで、まあ、伝書鳩の奇数本能を利用して、その本社の屋上でですね、おじさんが待ち構えて来たなっていうことでやったわけですね。だからやっぱり伝書鳩もですね、中には朝日の方に行っちゃったとかですね、まあ、近いです、近いもんですから、朝日の方が餌がいいのかどうかわからないけど、朝日の方に行っちゃったとか、帰ってこなかったとかですね、いろいろあって、だから必ず行くときは、複数のまあリスクマネジメントじゃないけど、連れて行くというような話をですね、まあ、聞いた、記憶が あります。まあ、これが日露戦争が始まって、部数です。これ見てください。さっきこれは今と同じカウントの仕方ですね。だから1万部ぐらいを言ってた大阪朝日がですね、どん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 あっという間に伸びていくんですね。で、大阪毎日ももう互角の戦いです。そこに東京朝日が乗っかってきます。東京日日が乗っかってきます。もうこの時点でですね、もうほとんど勝負がですね、この日露戦争が一つのやっぱりこう朝日と毎日っていうか、まあ、大阪ジャーナリズムがですね、全国制覇する一つの大きなきっかけになったのがこの日露戦争だったわけです。毎日新聞の写真を読んでいたらですね、こんなあれが来た、巷の声というのが紹介されてるんですね。この日露戦争の時、日清戦争の時は大米を読んでももう一遍朝日を読まないと安心できなかったが、今度の戦争では大米一つで十分やと、こういう変なですね、ちまたの声を紹介しているのがありましたけども、まあ要するに、朝日と毎日がここでですね、もうほとんど互角になったということです。そういうものをですね、こう見ていて非常にこう苦々しく、見ていたのがですね、東京のジャーナリズムなんですね。まあ、よろず情報、まあ、満朝報とも言いますが、まあ、正式にはよろず情報、ごめんなさい、国民新聞ですね、国民新聞。これは徳富蘇報の、新聞です、作った新聞ですけども、これが、その最後は、まあ、潰れてっていうか、今の東京新聞の前身になるわけですけども、これ書いてますように、国民新聞がですね、大阪の新聞紙が営業的にして主張というものを有せざるに反映して、まあ、要するにその、主張というのを持たない新聞、まあ、その通りなんですね。さっきから言うに朝日も毎日もですね、主張を社報にこう書いてないんですから。だけど東京からするとですね、それが果たして新聞と言えるかということだったと思うんですね。これが萬情報、黒い悪い子、別名、マムシの収録言われたんですけども、まあ、この黒い悪い子がですね、明治15年に創刊したんですけども、高徳秋水、内村鑑三、酒井俊彦、まあ、こういう人たちを記者にですね、入れてまして、日露戦争の時最初はですね、非戦論を言ってたんですけども、これが、開戦論に
変わったために、まあ、この内村鑑三とかなんかがこう辞めていったと、退社していったというまあ新聞なんですけども、まあ、この黒い悪い号がですね、この新聞道徳論、まあ、これ書いてます、新聞道徳論に、新聞とは利のための機関か、はたまた義のための機関なのか、大阪は先天的に利の土地にして、大阪の人は純粋に商品を製造する心を持って新聞紙を製造する。商品に義品というものなきがごとくに大阪に義の新聞なし。つまり正義、主義、主張、大阪の新聞にはないんだと。あいつらは営業オンリーの、利益追求オンリーの新聞なんだと言って、まあ、見下してるわけですね。で、まあ、しかしその通りなんです。そこで、この大阪毎日のですね、第5代社長、本山彦一というのが、これはあの原圭さんが第3代社長で、その後の後の社長なんですけど、この方がもともと大阪の経済界、実業界のですね、番頭役の人だったんですね。ジャーナリズム出身じゃないんです。この方がですね、まあ、大阪毎日の事実用を、まあ、作った方なんですけども、その方が第5代の社長になるんですけども、でこの方はですね、新聞商品主義、まあ、僕ら新聞商品論っていうふうに言ってますけども、これ堂々とだから反論するわけですね、まあ、経営が売れなかった、まあ、つまり新聞が売れなくて経営が成り立たなかったら、その新聞には信用もないし権威もないことになると。次が重要なんですね。これは世の新聞政策という、まあ、自分の新聞政策というところでですね、書いてるんですけども、新聞紙は、まあ、新聞はですね、事実報道の機関にして、決して指導機関、すなわちいわゆる社会の牧卓にあらずと信ず。ゆえに迅速報道主義、事件網羅主義をもってその要諦となす。と、真っ向から反論するんですね。まあ、よく、まあ、皆さんもひょっとしたら社会の牧卓という新聞というのは社会の牧卓っていうのを昔あの子供の頃にですね聞いたことある方いると思うんですけども、社会の牧卓じゃない、もうこの時点から言ってるんですね。だから社会の牧卓と言ってきたのはですね、東京のジャーナリズムなんですね。じゃあわしらは商売だけなのかって言ったら、そんなことはあの本山さんは言ってないんですね。この、さっきの新聞政策の中にですね、世の新聞政策の中にこうも言ってです。新聞も一種の商品なり、世あるいはその商品主義を癒しみ、資本主義を嫌う者もあるも、果たして格のごとくんば何によってか新聞社の設備を完備し、その独立を意図しえべきや、独立はすなわち権威にあらざるなきか、うんぬんとこう、つまり、経営基盤というものがしっかりしてるからこそ権力とかなんかに対峙できるんじゃないかと。で、優秀な人材を集め、設備をちゃんと設けてきちっとした報道ができるんじゃないかと。主義主張をいくら言ったってそれはダメやろうという、これが、まあ、これについては大阪朝日も実は一緒なんですね。だからさっき言いましたように、もともとは庶民向けの新聞、片方は実業界の実利的な新聞からスタートして、それが、この日清日露戦争を経て、それで一つ確立されたのがこの大阪のですね、この新聞商品論なんです。で、私が、今から24年前なんですけども、まあ、その毎日新聞が一回あの、ね、あえて言うと、まあ、西山事件ありましたよね。沖縄密約の西山事件の後にですね、部数が減って事実上倒産するんですね。1回、昭和51年ですけども、でその後、再建一応するんですけども、うまくいかない。それでは24年前なんですけども、私が大阪のもう一人の、まあ、先輩と2人東京に呼ばれまして、まあ、当時社長室と言ったんですけど、まあ、経営企画室ですね。もともと新聞記者がりなんであれなんですけども、その2人が、あの、まあ、私とその先輩とですね、再建計画を作ってくれとこう言われまして、まあ、でっち上げたんですけども、その時に東京のですね、編集局の幹部出身と、で私とその、まあ、大森というんですけど、2人が激論になったんですね。何か言ったらこれなんです。で、私たちは当然ですね、
この茂手間彦一さんの新聞商品論というものがその通りだ、つまり、経営の独立なくして主張というのはないやろうと。ところが東京はですね、浅野君君は違うと、ジャーナリズムはそういうものと違うと、売れるとか売れないとかそれは迎合主義やと、こういう、まあ、言うわけですよね。だから決して明治時代の話じゃなくてですね、まあ、最近あるかどうか知りませんけども、私自身もこう、ああそう、同じ毎日新聞でも違うんだというふうに、まあこうまあ、思った、時があったんですけども、まあ、こういうふうにですね、本山さんがはっきり明確にですね、これが言ってみれば大阪ジャーナリズムのですね、一つの考え方だと僕は思うんですね。でここまで踏み切ってはっきりしてしまうと、あとはもう凄まじいんですね。まあ良くも悪くも凄まじい。さっき言った戦争報道が終わった、日露戦争が競い合うものがない、そこで今度始めたのがですね、事業競争が始まるんですね。毎日は四国88カ所巡礼競争、誰が早くですねできるかを競い合わせる。でこれなんか富士山頂電報通信機関ってこれ ないかなと思ったら、まだ速攻省がない時なんですね、富士山の。でそこに記者にですね、なんかその温度計かなんか持たせてですね、山頂まで登らすんですね。これでいついつの山頂が何度なのかっていうことをですね投票させるんですね、読者に。それで当たったら賞品を、賞金を上げるんですね。そしたらですね、富士山頂の登山者がすごい増えたというですね。次はですね、日本最初のマラソン大会、神戸大阪、まあ、これ30キロなんですけども、1着、賞金がですね300円だっていうですね、まあ、さっきの、まあ、ちょっとレートがよく分かりませんけども、大阪新橋が4円ですから、それで計算するとすごい金額なんですね、このマラソンの一等賞は。大阪朝日も負けてないんですね。これがですね、この満館戦績、視察旅行というのは明治39年、つまり明治38年に日露戦争で勝ったわけですよね。その203高地とかなんかを 見に行こうという、こういうですね、ツアーを組むんですね、大阪朝日が。でそうするとですね、定員374人すぐに満員、それで高乙平定と、まあ、ランクが4つあるんですけども、高はですね60円だったんですね、その料金が、ツアー料金が。だからさっきの、大阪新橋が4円で計算してもらったら、計算できるかもしれない、すごい高いツアーなんですけど、それがすぐ満員になったってですね。でその後、すまじいのは、これは明治41年、世界一周旅行をやり始めですね、朝日が、96日間で、これはですね1人2100円、55人がですね応募していったというんですけども、どういったのかというとですね、横浜まで列車で行って、横浜からですね船に乗ってハワイに最終行くんですね。でハワイからですねアメリカに船で渡って、イギリスに渡って、それから、ヨーロッパをですねシベリア鉄道で、ずっと走って、ウラジオストックまで行って、でウラジオストックから船でですね敦賀に来て帰ってきたと、こういう、96日間のですね、これ明治41年ですよ、世界一周。その次、航空ショー、これも、もちろん日本で最初の航空ショー、天空大飛行という名前でですね、大阪城のところに連兵場があったんですね。そこにアメリカの、そのなんかこの航空士をですね呼んできてですね、そこでやらすわけですね。それから、週刊誌、これは大正11年全部ですけども、毎日がサンデー毎日、英文毎日、展示毎日、それからエコノミスト、大阪朝日が週刊朝日、朝日グラフ、まあ、こういうですね、もうその新聞以外の、ところまでですね、いよいよこう出てき、たわけですね。それでその先にっていうか、まあ皆さんご存知のようにこの甲子園が出てくるわけです。でこれは、野球ですけども、これ以外にもですね高校駅伝やとかラグビーだとか、皆さんご存じの通りだと思うんですけども、実はそのスポーツを育ててきたのはですね大阪朝日と大阪毎日なんですね。だって当時はお金も何もないし、当時の文部省もですねそこまでもできませんから、
それをまあ競い合わせながらですね、実は育ててきたのが大阪朝日と大阪毎日と、それが今ずっと続いてるわけですね。これはですね、この写真は、まあ、一番最初は、豊中、第1回目は豊中でやるんですけど、第1回目で9年後にですね、甲子園球場ができたんで、そこでやるんですけど、これが、村山隆平さんのですね、始球式、なんか第1試合は広島中学と鳥取中学とかになってますけども、まあ、こういう、それからこっちが選抜高校野球、今の春の甲子園ですね、まあ、こういうものがですね、始まるわけです。そういうその競い合いながらですね、こう徹底した、報道と営業と事業、この3つをこの三位一体で徹底的にやってきて、ついにですね、大正13年の元日、もうまあお互いが探り合いながらやったと思うんですけども、100万部を両方とも達成するんですね。これで実情 の全国制覇をですね、朝日の毎日が成し遂げるわけです。まあ、そこから、さらに部数がですね、まあ、どんどん伸びていくんですけども、大きな転機が来ました。昭和に入って、まあ、これは満州事変、昭和6年ですけども、大正デモクラシーの時代から、昭和に入って、まあ、不況という恐慌というのもあって、ガラッと様相が変わっていくわけですね。その変わり目になったのがですね、この、まあ、満州事変、昭和6年なんですけども、1931年、なんか語呂合わせがあるんですね。1913、戦で1、戦の始まりの年というですね、語呂合わせなんですけど、まあ、この昭和6年にですね、ちょっと見てほしいんですけども、これ満州事変が起きる前なんですけども、昭和6年の1月の22日に非常に面白いことが起きたんですね。何かというと、これ書いてますように、衆院本会議でですね、秀原喜十郎外務大臣、まあ、戦後首相やりますけども、彼が外務大臣の時の中国問題に対するですね、外交演説を本会議場でやるんですね。で、どういうことを言ったかというとですね、中国当時 の、 まああの国民党政府に対して、主権尊重、内政不干渉、日本の満蒙権益は、まあ、満州 の、 その満蒙権益は交渉によって擁護する方針だと。だから今から考えたら非常にですね、妥当な、そうやっときゃ戦争にならんかったらいいなという、気がするんですけども、非常に妥当なですね、ここで昭和6年の1月にですね、秀原さんが方針を打ち出すわけですね。で、これに対して東京朝日は、謝れる大使認識間違ってると、読むとですね、日本が瀕している状況に目をつぶるもので、誤人の組みしえないところである。これは大阪、東京朝日の社説ですよ。同じ新聞社で。で、大阪朝日はですね、ちょっとこれ分かりにくいんですが、少なくとも1年遅い、秀原、これ男、男爵ですね。秀原男の外交演説。で、どう書いてるかというと、外相が今回、核も明確に断然たる調子で発表したことは従来ないことである。外交演説としては珍しく精細あるものである。褒めてですね、すごく。同じ新聞社の中で、まあ、社説はですね、それぞれが書いてたらしいんです、この当時も、朝日は。だけど、お互い当然連絡取り合いながら、トーンとかなんか調整したわけですね。これぐらい真っ向から正反対のですね、社説というのはもうなんか珍しい、同じ新聞社の中で。だけど、なんかさっきの僕の言った主義主張の東京と、こうまあ、現実って言ったらおかしいけども、なんかちょっとそこが実はもう投影されてるなと、まあ、僕はこう、まあ、思ってるわけです。そこで決定的になり始めるのはですね、それから、ごめんなさい、その前にですね、これは226事件ですね、その前に満州事変の時に、
毎週事変がですね、9月に18日にですね、起きるんですけども、そうするとすぐにですね、大阪朝日にですね、国粋会大衆党総裁笹川良一、それから大日本生産党総裁内田良平、これが乗り込んでくるんですね、大阪朝日編集局幹部に合わせる、編集局長に合わせる。だからもうここからですね、ガガガッとこう、まあなんていうかな、朝日もですね、まあ、毎日もなんですけども変わっていくんですね。それを決定づけたのがこの昭和11年5年後のですね、226事件なんですね。で、この226事件、まあ、これは皆さん、こっち左側はですね、あのよくご存知の、写真だと思うんですけども、右側の写真なんです。226事件が起きました。未明に雪の降る東京でですね、本当に午前6時半、内務省警報局から一切の記事差し止めの電話が入ってきます、朝日。それで続々と朝日のですね、大阪、あ、これは東京ですけども、東京朝日の編集局長とか主筆がですね、どんどん上がってきます、本社に駆けつけてきます。午前8時50分、軍用乗用車とトラックの計3台が着剣した50人の兵隊で朝日に乗り込んでいきます。それで、指揮官は栗原中尉、その前に首相官邸でですね、岡田首相の あの議定の松尾大佐を殺してるわけですね。で、松尾大佐を殺し、あのだるまのですね、高橋、あの大蔵大臣を殺して、その後朝日に来てるんですね、その今言った栗原中尉以下の、50人が。それで、編集局長に合わせろとこう言って、こうあの激怒になってるわけですね、当然ね。それでピストルを上げてですね、撃つことはなかったみたいですけども、国賊朝日を叩き壊すと。それで、尾形、竹虎主筆、緑昭一編集局長、これが尾形さん、これが緑さん。で、これちょっとまあ、あのいたんですけども、危険ですからということで、ちょっとあの2階にあの兵が来たんですけど、3階にちょっと逃れてるわけですけども、その珍しいですね、その時のその日の写真なんですね。で、結局ですね、この下ここはですね、兵隊たちが全部こうひっくり返してですね、活版状をひっくり返して活字をあの新聞が出せないような状態にしてですね、引き上げていったんです。で、この兵隊たちはその後、東京日日、まあ、毎日新聞の東京ですね、時事新報、国民報知にも回ったけど、そこでは受付で自分たちの決起主意書だけを渡してですね、引き上げてですね、だから朝日だけをですね、まあ、当時狙い撃ちしたわけですけども、これがですね、やはりこの、まあ、大阪だけじゃないんですけども、日本のジャーナリズム、新聞ジャーナリズムがですね、もう決定的にですね、あの、まあ、なんていうかな、あの、軍寄りというか、そっちへこう行ってしまう大きなきっかけになったわけです。そうなると、あとはもう主張がもともとありませんから、大阪ジャーナリズムはもう徹底しちゃうわけですね。そうするとこういうことなんですね。軍下の募集合戦、軍用機返納運動、もうこれだから読者に全部呼びかけてですね、この広告のためにみんな協力しろってこうやるわけですね。慰問金の募集、その延長線上に起きたのがですね、この、朝日の神風、毎日の日本号、まあ、これは言ってみれば、毎日の日本号の海軍機ですから、いや国産機なんですね、両方とも。だからこの国産機で世界一周こうとかなんかさせるわけです。で、そうするといかに日本の技術がすごいのか、特に航空技術がすごいのかということを世界に知らしめたということをですね、軍がやるんじゃなくて、もう新聞社が率先してやったんですね。で、これで、読者に対しては何をやったかというと、さっき言った、まあ、あの、寄付金を集めてですね、飛行機あの、あの、まあ、権能運動みたいなものがあるんですけども、例えば朝日がやったのはですね、まあ、ヨーロッパにこの神風が行くわけですね。その所要時間が何時間かかるやろうかというと、この検証をやるんですね。そうすると全国でですね、474万5千通が来たというですね、今から考えたらすごい、今だってすごい数ですよね、応募が。そのうち、的中が5人おったというんですけども、そういうですね、もう朝日も毎日ももうとことんですね、今度は
軍に対して協力していってしまうんですね。まあ、あのそういうふうにして、まあ、部数はですね増えていくんですけども、昭和14年から、まあ、新聞用紙統制というのが始まりまして、それで、もう要するにこれ以上部数を増やすなということで、まあ、制限を加えられて、結局そのまあ言っている国の方針で、部数競争というのはここで一旦昭和14年でですね、まあ、終わってしまうわけです。まあ、そこでこういう形でですね、昭和16年にいよいよまあ戦争に突入していくわけですけども、そこで何が起きていたかというとですね、まあ、これはもちろん国の政策、軍の政策ですけども、協力しろということで何かって言ったら、南方でですね、こういうその法治新聞、まあ、これはこの一部です。で各地にですね、そういうその、まあ、戦部工作っていうんですかのための、新聞を、だから日本人向けじゃないんですね、これ実は現地人向け、現地の子供とかですね、そういう人たち向けの新聞をですね、陸軍も出すし海軍も出す、そこに新聞社とか、それから、ご存知だと思うんですけど、一番下は同盟通信、これが現在の共同通信と時事通信の前身です。まあ、昔は国策の通信社でしたから、で同盟通信が戦後共同と時事に分かれたわけですけれども、こういうふうにさせられるわけですね。で今日はちょっと珍しいものもお見せしたいなと思ったんですけれども、これはフィリピンのですね、今大統領来てますけれども、マニラで発行したですね、これは要するに大阪毎日が、まあ、事実は大阪毎日なんですね。だけど当時はまあマニラ、新聞社というですね名前で、現地で作った日本語新聞というですね、陸軍記念日の時のちょっと見て、アメリカイギリスを撃って気づこう新東洋、新人、あ新人、あだからあれですね、フィリピンですね、新人、これがそれの、まあ、裏面なんですけども、大東亜戦争と日露戦争について、だから陸軍記念日ですからアーミーデイってなってますよね。だからそれの意味をフィリピンの人たちっていうか、あの子供たちっていうか、それにですねするような、まあ、だから英文もある、こういうものをですね、さっき言いましたように南方で各新聞社協力させられてですね作ってたんですね。でもっと面白い新聞が実はですね、これが右側があるのがですね、さっき言いましたマニラ新聞社です、大阪毎日がやってた。で左側はですね、落下山ニュース、これどこが出したかというとマッカーサーが出してですね、マッカーサーがですね、オーストラリアに逃れます。それからアイシャルリターンでフィリピン、マニラに戻ってきます。そしたら日本軍がですね撤退してしまいます、みんな逃げてしまいます。そこでガラガラになったですね、このマニラ新聞社を使ってそのまま実は印刷して出したのが、この日本軍向けのですね落下山ニュースなんですね。これも右も一緒です。こういうですね、アメリカ軍が出してる、アメリカ軍、日本の新聞社を利用、建物とかなんか施設を利用してアメリカ軍が出した新聞なんです。まあそれで最終的には、まあこれあるように8月の15日を迎えるわけですけども、これがですね、毎日新聞、昭和18年に、大阪毎日と東京日日は台紙を統合します。朝日もそうですけども、大阪朝日と東京朝日は台紙を統合して朝日新聞インポになります。だから今の毎日新聞、朝日新聞というのは昭和18年に新聞統合令によってですね台紙を統合するんですけど、だから、これは東京です。東京発行の、昭和20年の8月の16日の朝刊です。15日は、出すことができませんでしたので、それでこれがですね同じ大阪の新聞です。毎日新聞のちょっと面白いんで比べてみたいです。右側が大阪です。
左側が東京です。同じ毎日新聞で、で、まあ、ずっと見ててですね、まあ、基本的には一緒ですよね。ずっと一緒だけど、まあ、僕はあえて言えばずっと見ていてですね、だからあの記事そのものはもう一緒です。当然だけどもこの文字がこっちには全然ないですね。こういう、まあ、なんていうか、前向きつつ、前向きというのがなんかよく分かりませんけど、あのこういうあのものがないんですね。それで、この日のですね、大阪、毎日の、まあ、大阪毎日って大阪のですね、社会面のトップを書いたのは井上靖さんです。当時、まあ、社会部と学芸部がもともとあったんですけど、戦争中兵隊にみんな取られたんで縮小しました。報道部になりました。報道部のデスクだったのは井上靖さんです。それで、井上靖さんがですね、社会面トップをデスク自らがこう書くんですけども、こんなこと書いてます。15日正午、それは我々が否、3000年の歴史が初めて聞く思いの君が代の奏でだった。日本歴史未曾有の厳しい一点に我々は紛れもなく2本の足で立ってはいたが、それすらも押し包む高音の偉大さ、あの皇室ですね、の音、高音の偉大さ、全ての思念は思い念ずるですね、全ての思念はただもったいなさに一途に溶け込んでいくのみであった。少々、まあ、終戦の少々ですね、少々を廃止終わると我々の職場毎日新聞社でも社員が2階会議室で開かれた。一億団結して 己が職場を守り、広告再建へ新発足すること、これが日本新民の道である。我々は今日も明日も筆を取る。これ社内報じゃないですよこの社内面トップを井上靖さんはですね、今日も明日も筆を取るという一種の決意表明をですね書いたんですね。この時におったのは山崎豊子さんです。あの部下で、まあ、それで、まあ、こうやって終戦を迎えるわけですけども、でその後ですね、まあ、朝日も毎日もだけじゃないんですけど、他の新聞社もみんな経営の刷新だとか責任追及だとかいうことで大混乱に陥ります。編集局長以下もみんな、掃除職とかですね、そういうことで、そのうち今度は、GHQ からですねレッドパージというのが来ます。特に朝日と毎日は共産党員が多いということでレッドパージに会います。まあ、そういう、大混乱をになるわけですけども、これ戦後のですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、部数、戦前と戦後のちょっと部数を見ると増えてですね、これである意味で新聞社はですね、逆に言うと良かったんかどうか分かりませんけども、戦争責任という問題、つまり国民はですね分かってくれたんだと、自分たちのあれをというふうに、まあ、僕は勝手にそう思ってるのかもしれませんけども、だから確かにその、首脳陣とかなんかは変わったけども、体質的に結局変わらなかったんですね。これをちょっと見ていただきたいんですが、これがまあ大阪なんですけども、戦後ですね、あの GHQ の方針で、朝刊一本というふうに、こうあの従来ある新聞はですね朝刊のみというふうになって、まあ、もう一つはプレスコードとかなんかで非常に厳しいですね、まあ、検閲みたいのが、行われるようになったんですけども、そういう中で、大阪、特に大阪有刊誌がですね次々と出てきました。でこれ実は書いてるように朝日系とか毎日系なの2つあるんですけども、だからこれは一つは、有刊出せませんから違う媒体にしてしまって、使う輪転機とかなんか全部一緒なんですね。そうしたら配給を受けられ、あの新聞用紙の配給を受けられますから、そういうことで、まあ苦肉の策といえば苦肉の策だし、まあ、悪く言うとですね、節度がない形でですね、こうやって有刊誌に今度はのめり込んでいくわけですね。で片方では、読者からすればですね、もうそんなもう難しい話はもうええと、戦争中は散々新聞に騙されたと、だからそれよりもまあ言ってみれば 今で言ったらワイドショーっていうか、そういうですね、あの下世話な、話の方がいいというようなことで、まあ、有刊誌が非常にこう、まあ、あの売れるわけです。でもこれも、ある一時までで、
昭和24年になるとですね、夕刊を出していいということで、長万読み、みんな夕刊が復活します。そうすると単にこういらなくなってくるんですね、この邪魔者になってくるんですね。で、片方でスポーツ紙が出てきたりですね、これも新聞社系 の、 一般紙系のですね、スポーツ紙が出てきたり、まあ、そうこうしているうちに、テレビが普及してきたりとかいうことでですね、まあ、夕刊紙がすぐに、まあ、衰退していくわけです。そういう中で、一番衝撃だったのが、大阪ジャーナリズムにとって衝撃だったのがですね、要するに読売新聞がですね、昭和27年に大阪に進出してくるわけです。で、さっき言いましたように、もともとの日本 の、 新聞ジャーナリズムの本家というのは大阪だと、みんなこう自分たちで思ってたわけですね。そこにいわば東京の唯一の、ジャーナリズムの、読売新聞が殴り込みをかけてたんですね。ただこれは実は初めてじゃないんです。正力松太郎さんがですね、の悲願だったんですね、この大阪進出は。それで昭和12年にはすでに東京で読売新聞ではトップになってですね、東京では。だからどうしてもですね、大阪に出たかったんです。それで昭和14年にですね、昭和14年に大阪駅前にですね、用地を確保したんです。ところが、まあ、よくわからないですけど、軍の反対にあって、結局その話が一回潰れてですね、その後昭和16年に京都日日という地方紙があったんですけど、これをですね、買収したんですね。それで進出か、これも失敗。昭和17年に大阪時事という新聞、これも買収してですね、 大阪に出ようとしたけど、これも失敗した。で、どうも裏にですね、朝日と毎日が動いてですね、やったと。だから今度の、まあ、4度目の正直ですよね。これだけは失敗させるわけにいかないと正力松太郎さんは考えて、隠密作戦を取るんですね。で、どういうふうに取るかというと、まあ、今の大阪読売の場所なんですけども、最初から新聞社と言わないでですね、新大阪印刷会社というですね、印刷工場だけを作るんですね。で、これはもう新聞社と関係ないんだと。ただし一般のそういう受注したですね、新聞も印刷できる。で、これでしばらくやるんですね。だからまあ見てみても別にこれ読売と関係ないやつって。で、そこである日突然体制を整えてですね、新聞発行に踏み切るんですね。で、もう調べたらちょっと面白いんですけども、一番の問題は記者だったんですね。記者をどうやって集めるか、まあ、他は大体できるわけですね。記者を現在の給料よりも1000円上積みするから、こいつってこうやってこう呼びかけるんですね。で、当時のですね、平均の給料が昭和27年1万2000円ぐらいの時に、もう頭からプラス1000円してくれるわけですから、それはましてやその地方紙の記者が大半ですから、その記者にとってみたらそれはもう飛びついてきますよね。どんなところが来たのかというとですね、一番多かったのは京都新聞29人、産経新聞14人、不思議なのは朝日が6人いるんですね。これ何を考えてるのかと思うんですけど、それである、その、有刊誌なんですけど、ある有刊誌はですね、かわいそうにね、編集部長が朝行ったらですね、自分以外誰もいなかったんですね。みんな引き抜かれて読売に。それで仕方ないから、もっと小さい新聞社からの引き抜きをやったということで、ね、その引き抜き合戦がですね、まあ、起きたというんですけども、それで、まあ、大阪読売が昭和27年にスタートするんですけども、購読料、新聞購読料がですね、当時、朝日と毎日が、朝夕刊で280円、だからちょうど今の10分の1ぐらいの時ですかね。で、その時に産経がですね、朝刊のみだったんですけど180円、それに対して読売が朝刊のみで130円でぶつけたんですね。それで当時のキャッチコピーが面白いです。毎日ピースを、タバコのピースですね、毎日ピースを1本節約すれば読売新聞が読めますと。当時のピースが1箱40円だったらしいんですけども、だからまあ、全部で30本なんですか。で、だからそれで、まあ、120〜130円で読めるという、そういうキャッチコピーだったみたいですけども、当日、せっかくやる見ていた、これですね、これが創刊号です。大阪読売の創刊号です。それで
当日は77万部これを吸ってやった。ところがですね、うまくいかない。すぐ1年後には47万部に減る。それで、正力松太郎さんと、それから無代さんという方が、営業の神様がいましたけども、徹底的にやるんですね。それで、例えば、まあ、少年少女新聞というから、まあ、小学生新聞だと思うんですけども、この付録を無料で付ける、まあ、そういうことをやったために、新聞協会から除名なんですね、大阪読売は。だけど、それでもやって、結局、6年後にまず黒字に転換して、それで26年後、発刊からですね、昭和53年、まあ、僕はもう当然入社してましたんで覚えてますけども、大阪でついにトップに立つんですね。その時の大阪の挫折感、だってもともとさっき言いましたように、新聞というのは大阪がスタートの本家だと思ってたところに読売が流れ込みをかけて、しかもその読売がですよ、結局トップになったという、その時の、挫折感というのが非常にまあ結局、まあ、大きかったわけですけども、まあ、それで、以後、まあ、今の状態が続いてるんですけども、まあ、あの東京の一極集中、漢字テレタイプ、ファックス、コンピューター、まあ、こういうですね、電気通信技術の発達、それから、合理化、まあ、こういう流れの中でですね、東京一極集中がですね、どんどん進められてきて、まあ、あの一見ですね、大阪ジャーナリズムというのはもうこれで読売の進出、読売のトップに立ったことによって、まあ、消えていく、まあ、そういうですね、感じが、まあ、あるわけですけども、まあ、私はあのこれは私の勝手なあの理解する時のキーワードなんですけども、なんぼ大阪街歩くとですね、まあ、街歩くとっていうのは、まあ、あの商店街行ってもですね、これなんぼやねん、もうすぐですね大阪の人っていうのはお金聞きます。なんぼやねん、負けんかいいな話でですね、こう来るわけですけど、このもともとはなんぼという何ほどという、まあ言葉が、まあ、なんぼになってるわけですけども、これは実はあの、言葉の使い方がですね、他にこう、まあ、転用っていうかなんぼのもんや、こういう言い方をよくするんですね。東京がなんぼのもんや、つまりまあ言ってみれば権威を嫌ったりですね、偉そうにすなという時になんぼのもんやいう言い方が一つある。それが僕なんかもよう言われたんですけど、記者はな、書いてなんぼや、まあ、こういう言い方をですね、商売というのは儲けてなんぼや、こういうこのなんぼというのはですね、あのそういういろんな使い方がされるわけですけども、つまり実利というものを非常にまあ重んじるという、まあ、これちょっと、あ、ごめんなさい、これもちょっとあの時間の都合でちょっと、まあ、端折りたいところなんですけども、もうちょっと端折りましょうか。それで、このなんぼの世界を考えるときに、まあ、僕は多分、まあ、この東京やとかそれから静岡の方が、なかなか理解しにくいのが、一人はこの橋本徹さんの人気、まあ、私なんかこうもともとあのこちらの出身っていうか関東の出身だし、それから、まあ、住んでね今兵庫県ですけども、この間の参院選の時はもう維新の会ボロ負けするやろうなと思ったんですけども、大阪はそうじゃないんですよね。まだ圧倒的な人気なんですよね。特に、まあ、兵庫はそれほどでもなかったですけど大阪は。で、何やで、もちろんその、ご存じの通り橋本さんはですね、一応一線から退いて、だけども誰が考えたって維新の会はバックに橋本徹という男がいるというふうに、まあ、あのその人気というのは衰えないわけですけども、大阪はさっき言いましたように実利の世界ですから、損することはしないんですね。そうすると計算づくなんです全部。つまりどういうことかというとですね、大阪はよく目立ちたがり屋が多いというんですけども、あの昔、まず最近あまり使わない KY、空気が読めないという言葉がありますけども、じゃないんですね。その目立つということと KY は別なんですね。つまり逆に反対なんです。もう今はどういう人の気持ちなんだろうかって、今どういう空気なんだろうかということをですね、徹底的に読み切って、その上でですね、どうやったら自己主張できるだろうかというのがですね、これが大阪流というか、特にこの橋本さんのやり方なんですね。だから、橋本さんは反骨じゃないんです。だから
安倍さんとこいいですよね。それから、主義主張なんかないんです、あの方には。だから、大阪党構想というそのなんかあの橋本さんに投票した人に聞いてもよう分からんなあれはって、必要かとか言って言いながら橋本さんに投票するというのはですね、別に主義主張に橋本さんの考え方に同調したわけではないんですね。この南部の世界と、もう一つあのなんか分かりやすい言葉で言うと、僕らよく言われたのはドアホーっていうこと言われるんですね。ドアホー、まあアホですね、ドがつくですね、間抜けっていうことですね。ドアホーが、まあ要するに怒られるわけです。抜かれたりなんかするとですね、ドアホーがってことで怒られるわけです。ところがですね、このドアホーと言いながらですね、受け入れるんですね、それを。で、どうしてかというと、例えばそれの象徴的なのがですね、まあ、あの織田作之助という若くして死んだですね、夫婦善哉という、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、小説があります。まあ、しょっちゅうドラマとか、まあ、映画にもなりました。要するにその、龍吉と長子というですね、つまりダメ男を描いてるんですね。もういかにダメかということをこう描いてるわけですね。だけども受け入れるんですね。で、どうしてかというとですね、まあ、それが実はその阪神タイガースに通じるんです。阪神タイガースは弱いと。だけども受け入れるんです。吉田という昔監督がおりましたけども、このインタビューの記事見てて、そうやなと思うんですね。監督っていうのは辛いんやと。負けると、特に阪神巨人戦で負けると、もう上からですね、その、あのベンチの 上から、ファンがですね、お前ら何しとるんや、ドアホー、あいつは絶対蹴るぞって帰っていくと。で、見ると翌日来てると、ちゃんとこのファンが。で、つまり何かというと、主義主張に反するんだったら、決裂しますよね。だけど、まあ、利益っていうか、実利の町ですから、それはうまくいく時もあるし、ダメな時もある。ダメな時は腹が立つから怒る、ドアホー怒る。だけども全否定じゃないんですね。ここがだから、僕は、まあ阪神ファンの心理と、まあ、もちろんその、アンチ巨人、つまりそれは何か言ったらアンチ東京ですよね、まあ、ここにだからまた一脈、通じるところがあるわけですけども、まあ2年前にですね、まあ、ここで同じようにこのジャーナリズムについて話をさせていただいたときに、ちょうどこの朝日のですね、まあ、問題が起きていて、まあ、そのことについて、まあ、触れさせてもらったんですけども、まあ、あれから2年経って、じゃああの問題一体どうなったんやと、まあ、よう分かりませんよね、はっきり言うと。まあ、もちろん社長が辞めたとかなんかいろいろありますけど、よう分からない。で、僕は要するにあの時も感じたし、その後ずっとそれなりにですね、いろんなものを読んだり、あの社員、あれ社員 OB 朝日のですね、のものを読んだりなんかずっとしてきて、あれは一体何なのかなというふうに思っているとですね、まあ、これはその時の辞任なんですけども、結局、この慰安婦の問題はですね、事実誤認、まあ、一部ですけどもこれですね、慰安婦の報道はですね、部分的な間違い、だから事実の間違い、それからこっち側の、原発の方はですね、評価の間違い、つまり主義主張、これ反原発なんですね、この記者は反原発という主義主張、こっち側はですね、まあ、僕はこの、あのグループの中の一部ですけども知ってます。で、決してその変な記者ではありません、まあ、変な記者ではないというちょっと言い方が、だから多分僕の推測ではですね、戦争の悲惨さを訴えたい、その韓国の人たち、まあ、韓国だけじゃありませんけれども、そういうひどいことをした事実を伝えたいという一種の報道主義、そこに一部引っ掛けられて騙されて、でその間違いをした、でそれなのにそれを謝らないでですね、しかもそれをキャンペーン的にこうやったというところを、だから反日じゃないんですね。まあ世間ではですね、朝日はけしからんって慰安婦報道は反日じゃないか、そんなところ言ってないんですね。まあ言ってないですから、だから
ここはあくまでも報道をやったつもりなんですね。まあ、その証拠にですね、これは、まあ、ある雑誌出てたんですけども、もうとっくに1945年からですね、ヤムの報道は韓国ではいっぱいされてるんですね。別にその目新しいわけじゃないんですね。朝日も知ってたんですね、これは。だから朝日にとってみたら別にその反日的なんじゃなくて、日本の国民はそういうことに無関心じゃないかという、多分そういうことでやったんじゃないかなというふうには僕は思うんですね。まあ大阪は特に例えば原発報道とか、原爆報道ですね、 8.6 とかなんかは必ずやります。それの言えばまあ同じようなパターンでこの慰安婦報道をやったんだけども、まあ決定的なのは変な詐欺師みたいなおっさんに騙されて、その後ズルズルっとこう行ったというところであって、今言った主義主張の問題じゃなかったと僕は思ってですね。だけど原発の方は主義主張の問題だったんですね、と僕は自分ではそういうふうに今思っております。極めてこう大雑把な負け方ですけども、今日ずっとお話しさせていただいた明治からのですね、ずっとこの流れを見てくると、大阪というのは理のだけど、その延長線上にあるのは報道主義、事実を報道する。それに対して東京というのは、黒岩類子をはじめとするですね、義の新聞、つまり主義主張、言論、だから報道機関なのか言論機関なのかの違いなんですね。だから大阪は徹底して報道機関なんですね。で東京は、まあ、もちろん今は違いますけども、明治のその時は言論機関としての新聞だったんですね。でそれが、まあ、日本全体を見た時に大阪が、席巻しましたから、だから今も、報道主義が中心、日本の新聞ジャーナリズムというのは報道主義が、中心なんですね。だから、まあ、僕はこれあえて言うと、桐生悠々とかですね、室武二さんとかですね、この間亡くなった反骨のジャーナリスト、生まれないんです。だって反骨なんかないんですから。反骨ということは主義主張があるから反骨になるんですね。先週からですね、北九州で芝良太郎さん、もうなんか20年もなるらしいですね、亡くなられて没後20年展が、先週からですね北九州で始まったようです。で、まあ、僕らの先輩が山崎豊子さん、まあ、僕も、生存中ちょっとお世話になったことがあるんですけど、まあ、その話をすると長くなるんで、先日明治でした、三回忌で。で僕これ自分で撮ったんですね。ちょっとお墓一度お墓参りさせてもらおうと思って、山崎豊子さんのですねお墓行ったんですけども、この お二方は司馬遼太郎さん大阪産経、それで、山崎豊子さんは大阪毎日の新聞記者の出身で、司馬遼太郎さんは東大阪、それで、山崎豊子さんは堺、最後までですね、東京には行かなかったんですね。それで皆さんの中でも国民作家というふうにふっと浮かんだ時はこの二人が出てくると思うんですね。国民作家で僕は両方とも好きです、尊敬してます。だけどもやるさっき言った反骨とかですねではないですね。事実を丹念にですね、しかもその庶民というか大衆というか、そこにうまくこうちゃんとこう分かりやすく、だからまさしく大阪ジャーナリズムのこの作家なんですね、このお二人というのは、と僕は思うんですね。まあ、最後ですけども、まあ、そのジャーナリズムの、機能というのが、まあ、3つあると言われています。まあ、事実を正確に迅速に伝える、まあ、これ言ってみれば、まあ、当然すぎるですね、まあ、必要条件です。だけどそれだけではジャーナリズムは成り立たない。多様な意見の交換の場にするとか、権力の乱用や腐敗を監視するとか、こういう、まあ、3つの機能が必要だと思うんですけども、こちらはどっちかというとですね、やっぱり主義主張だけど、今のその新聞は似たり寄ったりやないかというふうに言われる方と、ちょっとあれすると変更してると、まあ、今日のさっき言った朝日の場合に多いですね、変更していると、こういうふうに、だから非常に今新聞のジャーナリズムというのはですね、こう右に、まあ右っていうのは右翼左翼という意味じゃなくてですね、
今言ったその、同じような事実報道ばっかりになってしまったり、あるいはちょっと今言ったようにあの主義主張しようと思うとですね、叩かれるというところで、まあ、右往左往してると思うんですけども、でも本来のジャーナリズムの機能というのはこの、事実報道、大阪ジャーナリズムがずっとやってきて、それが、今、まあ、全国に広がっていたこの大阪ジャーナリズム的な事実報道というものに、だから両方必要だということなんですね。でもう一つのこのやっぱりあの機能というものをですね、もっと強めないと本当の、新聞ジャーナリズムは成り立たないんじゃないかな、まあ、これはどうもその日本だけの状況ではないようですけども、まあ今日の最後の結論みたいな形なんですけども、僕自身は、大阪ジャーナリズムの良さで日本は、まあ、良さでっていうか、日本はですね、ここまでやっぱり国民に新聞というのが浸透して、世界に珍しいですね、巨大新聞社がこれだけできたと。だけど一方でこの、実利的な大衆向けの主義主張のないそういう新聞の、この、まあ、生い立ちというか成り立ちゆえに、非常にその時の時代というものに対してですね、ものは言えないというところがある。だからこれを両方やらないといけないんですけども、あえて地域で分ければこの大阪ジャーナリズムのいいところと悪いところ、一方で東京ジャーナリズムの、まあ、悪いところって言うとちょっとあれですけど、弱いところ駆逐されてきたわけですからね、ここをだから、両方ですね、まあ、これから今はまあどこの新聞社も基本的には、全国統一でこうやってるわけですから、していく時代が入ってきたんじゃないかなというふうにまあ思います。ちょっと時間がちょっと質疑の時間が多分必要だと思ったんですけども、なかなかと喋ってしまって申し訳ありません。一応ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。浅野先生ありがとうございます。ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。質問というよりもせっかくさっきゴーストップありがとうございました。先ほどゴーストップの方が1ページ出たもんですから、あそこの部分を少し変えてもらってどんなことがあったかと、これ実は私が書いた本なんですけども、昭和8年にですね、天禄というところはこれから現在の天禄の交差点です。梅田から、車だったらもう10分ぐらいのところなんですけど、天禄の交差点というところがありまして、昭和8年に、陸軍の一等兵とそれから曽根崎市の巡査の喧嘩なんですね。でここちょうどここにですね、初めての、機械信号が設置されたんですね。それまでは人がこうなんか先生をってなんかしたんですけども、機械信号がここの、ところに大阪で初めてですね。だけどそれがちゃんと守ってくれるかどうかということで、その戸田というその、巡査がですねここで監視したんですね。そしたら、土曜日なんですけども、まあ要するにその休日で来たその、中村という一等兵がですね、これを信号無視して横断しようとしたんですね。ピピピッと止めたんですね。で、すいませんって一回引き、でまた見てたらまたですね信号無視したからちょっと来いっつって、この近くにあるですね発祥にですね連行したんですね。でそこで結局ですねその発祥の内で殴り合いになったんですね。でそれをですね物見高いのが大阪ですから、でその発祥でこう乱闘してるのを見てですね、すぐ憲兵隊に電話したんですね。でその憲兵隊がすぐ飛んできたんですね。だけどその場で一応収まってんです本当は。だけどもそれが、陸軍対、まあ、当時内務省ですかのこう対立にまでですね、なってしまいまして、それ半年間ぐらいですね揉めるんですね。それで、福井だったと思うんですけども、
陸軍大演習があった時に天皇陛下がですね、荒木陸軍大臣に大阪は一体どうなってんだというようなことを ご下問されたんですね。それで途端にバーンとですね決着をつけるということで決着がついたんですけども、これが、まあ、今のこの大阪府庁ですけども、これが、当時も真央府庁ですね。でこっちが、建物だけ今残ってます。大阪城のすぐ横にですね、昔博物館があったんですね。これが第4師団司令部です。だからもうちょっと、まあ、大阪城の中とすぐ外の向かい合わせぐらいのところにあったんですけども、それで今言ったように半年間ぐらい揉めるに揉めてしたんですけども、まあ、僕はそれで面白い事件があるなと思ってずっと調べてですね、まあ、一冊の本にあの記録がなかったもんですからしたんですけども、その時にこう思ったのが、調べてみたら全国至る所でですね警察官と軍人のトラブルがあったんですね。だってそうですよ、昔はまあ士族だから、戸田巡査もですね、元上等兵なんですね。だから兵役終わって巡査やってるから、言ってみれば一等兵なんていうのは自分の、まあ、部下っていうか後輩みたいなもんですよね。そいつが偉そうに言うから、まあ、思わずこう殴ったわけですよね。だからそういうその全国でですね兵隊とその巡査の揉め事なんていくらでもあったんです当時。だけどもなぜ大阪だけがですね天皇陛下を悩ますほどの大事になったかというとですね、大阪の人たちは面白がるんですね。さっき言ったその一番最初通報するやつだってね、わざわざ憲兵隊で、ね、通報する必要ないですよね、偉くなってますよってお宅の兵隊殴られてますよっていうようなことを言うからね。それで、また当時のですね第4師団長が寺内、あの南方軍総司令官です、最後になったね。それ寺内正規がお父さんですよね。だから変にあれ貴公子と言われてですね、陸軍ので、こっち側は天谷千吉さんというですね警察部長、まあ、今の大阪府警本部長ですね。この人は東大の内部官僚ですけどクリスチャンだったんですね。だからその一向に引こうとしないんですね。内村勘蔵の弟子でしたから、権力に対して、まあ、こっちも権力者なんですけども、だからぶつかり合って日もさっちも行かなくなったっていう、まあ、その時に今言いましたようにどこでもあったのに、どうして大阪だったら、それはまた新聞がもう連日書き立てるわけですね、面白おかしく。だからさっき言いましたように、まあ、一種の反、まあ、この場合は警察も陸軍も権力ですよね、それに対してバカなことをしよってという、それを余計にですねこう面白くさせたという事件なんですね。まあ、僕は、この本を書かせてもらったのは、これが実は日本のですねターニングポイントになったと。さっき言った昭和6年にですね、226事件が起きて一気にこう行くわけですよね。で昭和11年のあ、ごめんなさい、昭和6年満州事変があって、昭和、11年の、226事件まで行くわけですけど、そのこれは昭和8年ですけども、つまり、当時の二大権力が内務省と陸軍だった。だけど結果としてですね和解したんですけども、陸軍の言い分で収まっちゃったんですね。結局は天皇のそのお言葉の中で荒木貞夫がですね押し切ったんですね。だから結局そこで陸軍が上回ってしまったんですね、権力として。だからもう歯止めが効かなくなって、それが、ご存知のように226事件の裏黒幕かなんか知りませんけども、正木純三郎とかいますよね。だからそのずっとあと寺内がですね、寺内が陸軍大臣、まあ、あの、なるのもですね、その226事件とかそのあたりの処理の延長線上で起きると思うんですけど、だから、まあ、これが僕は、一つのですね昭和史の中のターニングポイントになった。だけどそのベースは大阪のそういうなんていうかこう何でも面白くする、それから権威というものを嘲笑う、そういうものがあったんじゃないかなとか